フォージャンクスポーツ野球界11球団集合〇〇だけ呼ばれず。21日19時から放送のフジテレビ系ジャンクスポーツプロ野球スター大集結マル秘は連発トークの日本一決定 SP。悲願の日本シリーズ優勝を果たした阪神タイガースからは佐藤、伊藤、村上、オリックスバファローズからは阿部をはじめ、セパのスター21人がずらり。トークテーマうちの球団、ここがすごいでは11球団の熱い思いを語る。どうしてジャンクの出演者に西武の選手おらんのや。フジテレビとなんかあったっけ？強いて言うなら一昨年の珍プレイ好プレイのザキヤマのあれかな、あれをカットしないで放送したことか。他のイベントと日にちが被ったとかなんかね。ああいうのって西武の選手大体カットされるし大体アップされる球団や選手が決まっとるからつまらんしええかな。一人だけ出る場合は秋山みたいにバラエティ慣れしてる選手じゃないと出ても一瞬だけになるやろうな。こういう番組、大抵西武の影薄いからな、もう球児縁だけでいいやろ。富士は CS と地上波でだいぶ野球の扱い違うイメージ。来年も出なくてよいよ。不人気だからしゃあない。動員も最下位で選手も地味だわ。毎年ほぼ最下位なのは事実だし。動員が一番わかりやすい数字だから仕方ないけど動員だけで人気を測るのも違うと思う。手っ取り早いのは A クラス圏内にいて優勝争いすることやな。極度のブサイク陰キャしかいないからしゃあないやん。過渡期だから。なぜかいないライオンズはともかくオリックスとソフトバンクの送り出したメンバーのやる気のなさよ。背の方がしっかりメディアに協力して主力出してるぞ。今締められたんだろ？不祥事の有無かねえ。山川は最近まではうちの所属だったし、西武がオフのバラエティで無視されるのは恒例行事だし今更だな。とうとう出ないね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。